さん、はい、ちゃんとしとる。いや、いや、待って、ちょっと待って、私たちが大切に育ててるあのおみかんちゃんとか農作物とかっていうのも、皮とかもね、あのいろいろ使ったりとか、ビールとかしたりとか、ね、あの大根の葉っぱとかも無駄なく使うっていうのも、やっぱり環境に関わると思うんだけど。ああ、そうだね。結構は学校とかで出たゴミとかを給食とかで、ね、あの野菜さんとか残っちゃったり、食べ残しとかあったりしたら、これも環境に関わりがあるのかなって結構思いますね。いやいや、待って、ちなみにミキちゃんは、ミキさんはそのね、皆さんと一緒になって関係について考えていただければ嬉しいなと思っております。そうですね、はい、そんな私たちは愛媛の農業アイドル、また会いたい笑顔、エナーガールズです。よろしくお願いいたします。さあね、さっきもほのかちゃんが言ったんですけども、みかんの皮とかもやっぱり無駄なくね、今後は使っていきたいなってすごく私は思いました。はいはいはい、みかんの、みかんの皮を使った料理知っています。おお、なになに、宇和島市の郷土料理ふくめんです。おお、ぜひ皆様もね、そのみかんでふくめんも、はい、無駄なく美味しいね、ご飯を食べてください。食べてください。ちょっと待って、みかんって言ったら皆さん思い浮かべるの、おみちゃんちゃん、お、え、なに、みかんといえばみかんちゃん、3つの大きなイベントをどうぞ楽しんでくださいね。だって、はーい、
いらっしゃいますね。この後もミキアちゃんはこの会場でピクピクとお散歩をしますので、皆さんもミキアちゃんと一緒に仲良くハイタッチをしたりお写真を撮ったりしてくださいね。はい、はい、それではエノハガールズのライブに戻りましょう、はい、さあさあさあ皆さん、愛媛といえばやっぱり柑橘王と言われてますからね、柑橘王思い出すと思います。続いては柑橘にちなんだ曲をお届けしたいと思います。さあそれでは愛媛といえばみかん、みかんを食べればスーパーハッピー、聴いてください、オレンジモンスター。
白の自分、黒の自分、全てを引き連れて生きていく、そんなロックなナンバーをお届けしました。さあ今日は、はい、環境フェアということで、ね、皆さんにもっと環境について知っていただきたいので、環境についての問題を出しちゃおうかな。やのに早速クイズを出す。そう、おいいね。どんなクイズ？問題です。ドゥルン。松山市のゴミの分別は8種11分別ですが、何ゴミが一番多く出ているか知っていますか？ベビースターラーメン、ベビースターラーメン食べてるとか、こういうお菓子とか、あとみんなが普段夜ご飯食べてるカレー好きかな、ちびこ。人参さん、じゃがいもさんとか、何玉ねぎさんとかね、これをね、使わないままで捨てちゃってる、こういうのをまとめて食品ロス、食品ロスって言うんだけど、これが4割も捨てられちゃってるんだって。冷蔵庫に何があるってもしっかり、ね、確認してからお買い物に行って少しでも、ね、食品ロスを減らしていきたいですね。そうですね、そうしよう。でね、それだけじゃなくて、結局の可燃ごみの中にあるこの6割のね、最初優香ちゃんが言ってた6割の中にまだ使えるリサイクルできるものが捨てられちゃってるの。それは何かというと、紙類が、そう、待って、昨日捨てちゃった。どうしよう、カレーゴミにしちゃってるの。捨てちゃった。ダメダメ、リサイクルちゃんとしてよ。リサイクルしないと。ちゃんとリサイクルします。ちゃんとしようね。こうやってね、紙類とかもこういうのもちゃんとしっかりリサイクルできるから、しっかりと分別もしないとダメだよね。そうだね、ひめかは紙にもさっきいろんな種類があって分別できるの分かったから、ちゃんと分別してからゴミ取りいたします。いいね。そうだね、みんなもできることからね、始めようね。それがいい、それがいい。さっき食品話題が出たんやけど、そうだね、例えばキャベツの芯、キャベツの芯とか、硬いから捨てちゃうっていうことは言えないけど、そのコンソメスープに、キャベツの芯を刻んで入れたらすっごい甘いですよ。甘いよね。なのでそういう対策とか、いろんな対策をしていて、食べ残しを少なくしていきましょう。そうだね。あ、ひめかちゃん、いいところに気がついた。何何何、違います。食品ロスです。食品ロス、はい、食べ残し、食品ロスです。食品ロス、あ、違う、間違えた。食べ残し、食べ残し。あのね、その松山市は3010運動っていう取り組みを行っとるんやけど、みんな何かわかる？3010運動、何かわかりますか？あれあれ、何何、306カフェ、1109、違う、私の携帯が、10分
3010運動が皆さんに、はい、ここにいる皆さんもちろんのこと、松山市外のね愛媛県、そして全国に皆さんにこの3010運動が広がりますようにという思いを込めて、はい、続いては私たちのこのパワーと元気とこの皆さんのお力でこのいい素晴らしい活動を広げていきたいと思います。それでは私たちのパスナンバー聞いてください。Ah!
さあ皆様最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。愛媛の環境がもっともっと良くなりますよう